ーー Alright, this is a Transformer Review. 動画をご覧の皆さん、こんにちは。おたほです。今日紹介するおもちゃはこちら。Transformer Movie Advanced s h i r s AD31 Armor n i g h t Optimus Prime です。今日はこの商品を徹底レビューします。This is a Takaratomi's Transformer.So, I'm trying to speak English. おーすごい綺麗ですね。very beautiful. ボディの全体は鮮やかなメタリックブルー。赤いファイヤーパターンとの塗り分けも見事です。ナイスペインティング。それからウィンドウのパーツがブラックですね。ナイスブラックウィンドウ。AD-01 ではこの部分ちょっとチープな感じがしたんですけども、今回の重塗装によってすごく高級感を感じます。 シールドをマウントできます AD-01 との比較です全体の塗装と窓の色ですねやっぱこっちの方が綺麗ですよねこんな感じですトランスフォーム ご覧ください。めちゃくちゃかっこいいです。おー、すごい。まず塗装が綺麗ですよね。ナイスペインティング。この胸のパーツは新規パーツですね。めちゃくちゃかっこいい。すごく劇中にそっくりですね。This is a mask off. Looks very handsome. どの角度から見ても、まさにマスクオフオプティマス。Face change gimmick. これちょっとやってみます。I show you how to face change. ちょっとわかりづらいんですけど、ここ分割線が入っていますね。これが別パーツになっています。このフェイス部分を持ち上げます。そうするとこのようになります。でここにネジがありますね。ここを回転させます。Pull up and t u r n そして再び戻します。 ご覧ください。マスコーンになりました。これいい宝富グッジョブこんな感じです。この少ない工程で、こうやって変えられるところがいいですね。もう本当にこういうことをやらせたら宝はもう世界一なんじゃないですかね。前回の AD-01 とどう違うのか、じっくり説明していきます。 AD-01 の時は鮮やかなシルバーだったんですけども、今回のアーマーナイト・オプティマスはガンメタリックですね。シルバーの色味違いますよね。それからこのオプティマスの全身の青。これが全部塗装なんですよ。The blue color is all painting. Very shiny and beautiful color。あとは今回、ここのインシグニアのマークが省略されています。 オートボットのマークが胸部に来ています。あとはこの手首。造形が新しくなっています。そしてこっちはなんと、稼働するんですね。very nice.I love this. 胸部の新規パーツはここと、ここですね。見比べるとすごくよくわかります。The chest and w a i s t is new parts。あとは今回差し色にゴールドが追加されていますね。 あとは、つま先が劇中により近くなっていますね。The foot parts is new parts。背面は大体同じですね。be almost same。あとは、剣と縦が新規パーツになっています。この剣はより劇中に近くなりましたね。個人的にはこれオレンジじゃなくてシルバーの方が良かったかな。this one is more movie looking.but I don't like orange color.I want this one silver color. この部分は塗装ですね。ナイスペインティング。シールドは今回は新しく、ビームが展開状態になっています。個人的にはこのシールドも僕悪くないと思ってます。こっちの造形もかっこいいですよね。今までと同様に、背部にマウントすることができます。こんな感じですね。 ジョイントは同じなので、AD01 のやつも取り付けることができます。というわけで、AD01 とかなり変わりましたね。フェイスチェンジに新規造形パーツ、手首の可動新規武器、そして豪華な塗装。いやー、本当にこれ最高です。というわけで、今回のアーマーナイトオプティマスプライムのレビュー、いかがだったでしょうか まあ毎回映画上映後に、まあこういうリーダークラスのリデコアイテムっていうのを発売されたんですけども、もうここまでリデコパーツが多いのって、今までないんじゃないですかね。今あるもので限りなく劇中に似せてやろうっていう、本当に宝のトミーの執念を感じます。タカラトミーグッジョブ絶対に買って損はないアイテムです。本当に最高ですエクセレントいつも動画への高評価やコメントなど、本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録 どうぞよろしくお願いします。Please comment and subscribe my YouTube channel. それでは次の動画でお会いいたしましょう。Thank you watching guys. おたほでした。